新大茶の水駅は東京都千代田区神田駿河台3丁目にある東京地下鉄千代田線の駅である。駅番号は C12 以下の路線とは連絡運輸がなされており乗り換えが可能である。丸の内線の淡路町駅まではホームの大手町側出口から小川町駅まで歩きさらに同駅を通り越していく必要がある。特に A 線は B 線改札口からさらにホーム下の連絡通路を経由する必要がある。なお、改札内でも双方のホーム間の連絡通路が大手町寄りに設置されているため B 線ホーム側改札から入って A 線ホームに回ることもできる。基本的には南隣の大手町駅での乗り換えの方が主便である。なお、千代田線綾瀬方面から 丸の内線池袋方面への乗り換えに関しては、徒歩時間は長くなるが、時間的には、大手町乗り換えの場合とあまり変わらない。しかし、普通乗車券の場合、最大経路で計算されるため、当駅、淡路町駅接続で計算される。西橋方面改札出口より、丸の内線お茶の水駅まで歩いての乗り換えも、可能である。ただし正式な乗り換え駅ではないため乗車券は、 分割され新たに初乗り運賃がかかるので注意が必要である。2015年までは、駅や、車内の乗り換え案内放送で、淡路町接続丸の内線は乗り換えという他の駅には、内独特の言い回しを使い、千代田線で運用されている車両の車内自動放送、LED 式車内案内表示器、LCD 式車内案内表示器の場合、通常は自社の乗り換え路線を最初に、 案内するのにもかかわらず、当駅ではこれを最後に案内していた。現在は、千代田線の車内自動放送や16000系の LCD 式車内案内表示器などでは、丸の内線、都営新宿線、JR 線の順に案内され、丸の内線への乗り換え案内放送では、淡路町接続が省略されている。ホーム島式ホーム1面2線を有する地下駅である。 坂道の直下に位置しているため、南北で駅の深さが異なり、綾瀬川にはかなり長いエスカレーターが設置されているのに対し、代々木上原川のエスカレーターや階段は短い。両側とも車椅子専用段差解消機が設置されている。また、代々木上原川の改札外ンコースには、地上部と連絡するエレベーターがある。かつて、この場所にあったトイレを西側に移設し、 その跡地に設置されたものである。ホームの側壁は1997年から2001年まで改装工事が行われ、1.2番線側の壁面を明るい黄色にするとともに、月の和名と二十四節気のモザイク壁画が設置された。なお、一番線側にはカレンダーの日付も壁画館に設置されている。当駅は北千住駅。 つとむン区新お茶の水地域として近隣の駅を管理している。2018年10月27日よりスイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線がモザイク、2番線が素晴らしき出会いである。2020年度の1日平均乗降人員は67,709人であり、東京メトロ全130駅中36位。 この値は、淡路町駅の丸の内線との乗り換え人員を含まない。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通りである。駅周辺は、明治大学、日本大学、東京医科歯科大学などがあり、日本のカルチエラタンとも呼ばれる、学生街として知られている。楽器店やスポーツ用品店、歴史ある有名病院や古書店も多く立地する。 ありがとうございます。